カクリーとマルリーやっけ。USA でのお金の単位。USA は今までと違うことがいっぱい。お金の単位だって違うんです。ジャポン。つまり日本では円ですが、USA でのお金の単位はドルです。1ドルは100円として計算されます。つまり1円は 0.01 ドルですね。単位が違うだけで基本は同じです。安心してドルを使ってみてください。OK。サウスモンドスクールに行こう。サウスモンドスクールって言うんや。ここは？お、信号とかないのか。なるほどね。これは人んちだ。あ、信号あるやん。ここには信号がある。じゃあ、歩道を通っていけば、あ、ここは大丈夫。大丈夫か。着いた。おー、かっちょいい。あれよね、こういう、外国とかってさ、学校めっちゃ綺麗よね。いいな、いいな。ほら、もうめっちゃ綺麗やん。これが USA の小学校か。やっぱり日本の小学校とは違いますね。そうだ、ケイタくん。カフェテリアって知ってますか？え、小学校にあるの？カフェテリア？何それ？カフェテリアはたくさんの人がお食事をするところです。こちらの生徒さんは日本の給食みたいに教室でご飯を食べるのではなく、カフェテリアで自分が好きなものを買って食べるそうですよ。そういうのって日本ではさ、高校からぐらいしかないことない？学食よね、要は。お店で買い物しよう。街にはいろんなお店があります。お店によって商品も違いますよ。例えば、スクールのカフェテリアにはケーキやパイが売ってるみたいです。よろずマートでは買い物だけではなく、いらないものを売ることができます。街を歩くときには、いろんなお店によって、妖怪のためのアイテムを買いましょう。面白いね。俺も何か買ってみようかな。いいですね。せっかくここまで来たことですし、あてか夏休みでも解放されとんや。ちょっとカフェテリアに寄り道をしてお買い物をしてみましょうか。手に入れたアイテムは妖怪パッドの持ち物で確認できます。食べ物や道具はアイテムを選んで使うこともできます。妖怪の HP が減っている時には食べ物を与えて回復しましょう。他にもいろんなアイテムがありますよ。アイテムゲットしたら確認してみましょう。よし！カフェテリアに行ってみよう。そういう施設ってさ、学校が開放されとったとしても、夏休み中はさ、施設だけは閉まっとったりするもんやけどね。開いとんや。おお、すげえな、カフェテリア。別の建物でちゃんとあるんや。おお、いいね、いいね。大学の学食みたいな。学食っつうか食堂？いや。お、カクリーと、マルリーやっけ。なあ、そこの少年、ちょっと話を聞いてもいいかな。ん？え？いや。カクリーと、マルダーだ。いや、僕は FBI、FBI じゃないんやね。FBI 特別捜査官のマルダー。そして隣にいるのは相棒の、カクリーよ。FBI って、科学では説明できない極秘怪事件、Wi-Fi。あ、これもしかして妖怪の Y かな？それを調べるのが僕たちの仕事なんだ。てかさ、このマルダーと、カクリー？この二人なんか、あれよね。レイトンとかに出てきそうじゃない？マルダー、おしゃべりが過ぎるわよ。Wi-Fi のことは機密事項なんだから。おっと、これは失礼。で、少年。まずは君の名前を教えてくれるかな。ケイタですけど。いや。オーケー、ケイタ。君に一つ質問があるんだが。先日、この街に落ちた UFO について何か知らないかな。UFO？ それってまさか、未確認飛行物体の UFO ですか？この街にはまだ引っ越してきたばかりだから。もや、そうだったのか。すまない、それは悪いことをしたね。誰だ？もうここは十分よ。引っ込みの場所を変えましょう。ああ、そのようだな。ケータ、僕たちはしばらくこの町で調査を続ける予定だから、何かおかしな出来事を目にしたら、どんなことでもいい。教えてくれ。それは、連絡先も何もくれてないけど、
何かおかしなことがあったら僕たちを探し回ってくれってことかな。はい、わかりました。あなたは話が早く助かるわ。さっき外で声をかけた男の子たちなんか、喧嘩の真っ最中で、まるでお話にならなかったもの。それじゃあ失礼。かっこいいね、なんか。UFO を探しているだなんて、なんか変わった人たちでしたね。では、ケイタくん。あと少しカフェテリアを回ったら、またお外に出てみましょうか。そうだね。夏休みもいつも通り営業中。カフェテリアへようこそ。ハローって言った。なんか体力が回復できそうな。お、すげえカップケーキ。なにこれ、見た目に反して味はそれなりに普通かも。ちょっと気になる。顔。3ドル。甘いものが食べたくなったらいつでも来てくださいね。オッケー。I'm hungry. さーて何食べようかな。チーズケーキか、カップケーキか。でもママのチェリーパイも捨てがたい。ママのチェリーパイっていう商品？うちのママってばお料理下手だから、私夏休みもここに食べに来るの。いいね、なんか楽しそう。カフェテリアに来てくれるパン屋さんは、姉妹でパン屋をやってるんだって。ノースピスタのお店で、そっくりな人を見かけたけど、その人かな？ノースピスタとは一体何？夏休みの間もカフェテリアを開けてくれるの嬉しいよね。いいね、いいね。パン屋さんが来てくれるのも、このカフェテリアのいいとこだよね。そういえば小学生やっけ？かっこいいな、カフェテリアとか。ふふ。その一言が余計なんだよ。あ、さっき言った結構喧嘩しよったこら。なんだろう、喧嘩かな。そういえば先ほどお話ししたカプリーって女性が、外で男の子たちが喧嘩していたとか言ってましたっけ。あ、そうだったね。ケイタくん、あのお二人からちょっとお話を聞いてみましょう。あのお二人、どこ？これか。ちょっと、どうして喧嘩なんかしてるの？あ、向こうが取り憑かれてるね。このリッキーがさっきからいちいち余計なことを言ってくるんだ。なんだよ、ショーン。僕の言ってることのどこが余計なんだ。全部本当のことじゃないか。ショーンがお小遣いを貯めてやっと手に入れたスニーカー。この前あっちのショッピングモールでワゴンセールしてたよ。そういうことね。だから、そういうのが余計だって言ってるんじゃないか。また喧嘩始めちゃった。ん？少しだけですが、この辺りで妖怪の匂いがします。お？久々というか珍しく。じゃあこれって妖怪の仕業？だって結構お決まりでね。これは妖怪の仕業に違いない。いや、そんなことないですよ、みたいなやりとりがよくあるのね。ええ、それと、また妖怪とバトルになる予感がします。またか。というわけで、バトルに関するお得な情報をまとめておきましたよ。攻撃、妖術、妖術の属性、技の成長のヘルプが追加された。ありがとう。ウィスパー。行きますよ。では準備ができたら、彼らの近くを妖怪落ちてサーチしてみてください。よし。喧嘩中の子供たちの近くをサーチしよう。あの子が取り憑かれている。お？これは？妖怪を見つけた。なんだなんだこいつは。君たち僕のことが見えるみたいだね。なんか蛇かと思ったけど蛇っぽくもない。ウィスパー、あいつは何？あれは、イエローニョロニョロ小僧とかそんな感じ。適当だな。あった。あれこそ妖怪ダソックス。おお。じゃあ、ヘビもあながち間違いじゃないんか。取り付いた人間に余計な一言を言わせて、周りのテンションを下げる妖怪です。妖怪不祥事案件。今の最後の一言言う必要なくない？を引き起こす妖怪です。なるほどね。こいつのせいで二人は喧嘩していたんだね。
よし、追い払ってやる。しっし。おーし、バトルスタート。あ、なるほど、2匹おる。味方の妖怪を隣同士に並べると、つなぎ効果が発動です。横に並べると、横つなぎ発動。隣に妖怪が追加でアタック。縦に並べると、縦つなぎ発動。前の妖怪が後ろの妖怪をガード。おー、すげー。後ろにいる妖怪は敵から狙われなくなりますよ。横つなぎと縦つなぎの使い分け。タクティクスメタルボードの、メタルボードのポイントです。妖怪はボードの外に移動させて、サブメンバーにすることもできます。サブメンバーにすると行動はできませんが、敵から攻撃を受けることもありません。ボードの上の妖怪がピンチになったら、サブメンバーと交代させましょう。ただし、一度サブメンバーにすると、しばらくの間交代できません。メダルの移動と同じように、数字が0になれば、再び交代できますよ。OK。じゃあ、とりあえず。なんてこと、ジバニャーン。ちょ、待って、君も。あー、一気に移動させておきたかった。よし、OK。火炎の術。相手めっちゃサボっとるやん。あ、取り付きも勝手にやってくれるんやね。OK、OK。必殺技が使いたいんやけど、必殺技ないんか、こいつ。すごいね、強いね、ペラペライオン。勝利。もしかして前の方におらんと必殺技使えんとかある？あー、ジバニャに経験値が入らない。お、もう日が暮れてきたね。ニョロロー、参ったニョロ。これからは余計な一言を言わせるのをちょっとやめてくれる？ニョロ。わかったニョロ。気をつけるニョロ。これ、迷惑かけちゃったお詫びニョロ。お？ブラックバッジを手に入れた。なにこれ、かっこいい。装備で妖怪をパワーアップ。妖怪にアイテムを持たせてパワーアップ。それが装備です。妖怪の力や守りを強化したり、特殊な能力を得ることができます。1個しか装備できない妖怪と、2個装備できる妖怪がいるみたいです。妖怪の種族や性格を考えて何を装備させるか考えましょう。ありがとう。ダソックス。やろ。あ、そうそう。なになに？白くてふよふよしてる君。お、余計なことを言うんじゃないだろうね。頭の上できちゃないあれがトグロを巻いてるみたいにやろ。これは私のチャームポイント。トイレットペーパーで拭くような汚いもんじゃありません。やろ。ごめんごめん。気になったことはついつい言っちゃうんだにやろ。全然反省してないな。あれ？ん？ショーン、ごめんよ。僕どうかしてたみたいだ。つい余計な一言を言っちゃって、君を怒らしちゃった。うん。リッキー、僕の方こそごめん。ちょっと怒りすぎちゃったかも。君は怒っていいよ。だって余計なことをいっぱい言われたんだから。やったにゃん。にゃはは、仲直りできてよかったにゃんね。ありがとう。君のおかげでショーンと仲直りできたよ。そんな、俺は別に。もう早速お友達が。おっと、そういえばまだ自己紹介してなかったね。僕はショーン。そしてこっちは親友のリッキー。よろしく。俺はケータ。最近この町に引っ越してきたんだ。そうなんだ。ようこそセントピーナッツバーグへ。ケータ、今度一緒に遊ぼう。この町を案内してあげるからさ。ありがとう。うん、お願い。てか、あのさ、FBY の人らは、妖怪のことを調べよったのに、この子が妖怪に取り憑かれとるってことに気づかんかったんやね。うんうん。早速 USA でも人間のお友達ができてよかったですね。おや、気がつけばもうすっかり夕方ではありませんか。ケータくん、そろそろお家に帰りましょう。だね。もうお腹ペコペコだにゃーん。お、誰かが覗いている。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。